乗ありがとうございます。本日空の安全と皆様をお守りするため参りました。私スターフライヤーマン、これから空の守護神として皆様に安心して空の旅を楽しんでいただくよう、機内の設備、空のルールについての話をしましょう。手荷物は座席上の物入れ、または前の座席の下に置いてください。膝の裏側や通路、非常口付近には置かないでください。怪我につながる恐れや脱出の妨げとなりますので、ご協力お願いします。皆様が着席されていることを確認して出発いたします。シートベルトはカチッと音が鳴るまで差し込み、長さを調節して腰の低い位置でしっかり締めてください。ベルト着用サイン点灯中は必ずお締めください。サインが消えていてもお座りの間は常にシートベルトをお締めください。外すときは金具の片方を持ち上げます。緊急時に全てのお客様が安全に脱出できるように、離着陸時は座席の背、テーブル、フットレストを元の位置に戻してください。通路を含め全席禁煙です。もちろん化粧室も禁煙です。機内火災の予防にご協力ください。電子機器の発する電波が安全運行に支障をきたす恐れがあります。携帯電話、スマートフォン、タブレットなどの電波を発信する電子機器は電源をお切りいただくか、電波の出ない設定に切り替えてください。酸素マスクは必要な時に降りてきます。マスクを強く引き寄せ、鼻と口に当て、ゴム紐を頭にかけてください。ゴム紐の端を引き、長さを調節します。大人がまず着用し、その後お子様にもマスクをつけてください。皆様
ご注意ください。これより通信用の電波を発信する電子機器類もご使用になれます。なお携帯電話での通話はお控えください。このロビーにおきましては、到着ロビーまで皆様をバスでご案内いたします。今日もスターフライヤーと ANA の共同運航便をご利用いただきましてありがとうございました。またのご搭乗を心よりお待ちしております。ベルト着用サインが消えるまでシートベルトはお締めのままお待ちください。